こんばんは。聞こえますか？こんばんは。どうデュース、マジでわかんねえ。日本ダービーとんでもない枠順になってしまったなあ。これどうする？マジどうしよう。もう分かんねえよって。俺も分からんが、とりあえずカードだけはマジで買わん。俺はもうダノンベルーガとかマジでもう一着になる気がせんわ。一番人気ね、粗品、もうこれも絶対無理だろ。川田、そしてもう買えんよこんなの。いやでもな、来るんよなそういう時に。俺が買わんかったら来るけん、あいつは。やけやっぱ外せんのよ、ダノンベルーガは。残念ながら買います、やっぱり。いつ裏切られるんが一番悔しいけん。俺が買わん時に川田が飛び込んでくるっていうのはもう苦痛でしかないけん。残念ながらやっぱ四強ムードで行くと思うよ俺は。ダノンベルーガね、ドゥデュース、ドデュース、イクイノックス、ただ全部押すと、うちから絶対なんか来るけん。アスク、ビクターモアは絶対押さえる俺。とりあえず。あいつはいる。あと藤岡くんも買う。あれもなんか来そう。無敗の馬は負けるまで買え。あの2頭を絡めたオースト枠を、ちょっと考えとるんだが俺。いや、マジでアスク、ビクターモア買っとった方がええで、あれ。ディープやし。あれ、ロジャー・バローズする可能性大。ワンチャンス。おにゃんこぽんはな、来るかもしれんのよな、これも。やけんな。あと、クソ大工が仕事してな、一発で。俺、6万5000を引いた模様は、初打ちで、ミドル。まあ、それは10連やったんやけどな。で、その後全回転引いて、これが38連して、さらに、最強、大流リーチから、ぶち込んで、4連な。で、終わった。プロな。いや、俺もうこれから、大工しか打たんけん、もう、一発で。もうこれで回していくけん。もう俺、よう分かった。おもろい。マジでおもろい、あれ入ったら。やばい。爽快感が半端ないわ。7回ぐらいラストでねじ込み寄ってけんな。ミドル打つ。ライトよりミドルの方がええわ、あれ。出玉もあるし。当たった時の継続率も 1% 上がるしな。ダンバイトどっちか。ゲンな。マジで。やばい、あれ。通常時も程よくつまらんくてええんよ、あれ。何も考えんでええけん。温泉ステージに固定しとったらええだけの簡単な作業よ、あれ。パゲンよねって。いや、な、超限ラッシュは楽しい、入った時だけ。通常時の苦痛はもう忘れるほどの楽しさがある。やっぱな、あれなんだわ、当たった後の速さが一番だな。いや、もう話にならんわ。ダンバインな、遅いわ、あれ。ちょっとお前、30分経ったらお前2万発出とんやけど、お前あの速さはやっぱりな、汁出るで。即パリンしたらって。即パリン1発やったら、まあ、あるよねって。我慢する。ゲン、どっちって。ブラックは、ないから。まず。一発で知るで。出る、あれ。マジで。ミカおらんから売ってない。売ってないな。あれがおるけん、打ち寄ると言っても過言ではないレベルかもしれん。なんなら。残念ながらな。はい、こう回って、最後の直線行って、栄冠の東京優駿であるって。さあ、どうなる？東京優駿とは、ね。競馬の祭典であるって。ね。そして、
その年に生まれた一番運の強い馬が勝つと言われてます。であとよもやま話で言ったら、あのダービー馬のオーナーのなるんは一国の最初になるより難しいと言われてるらしいですね。そんぐらい権威のある、ね、レースなんです。これ運ゲーよ。ダービーは運ゲーやけん、マジで。ということを調べてきた俺。2400、まあオークスと一緒じゃ。で、不安要素もいっぱいあるわけ。ね。まずジオグリフの不安要素は福永のダービー3連覇なんか本当にできんのかっていう、前人未到の3連覇なんかできんのかっていう。あと喉鳴りな。こんな誰もやったことないことをその1回で福永くんができるんですかっていう。これはまあまあ厳しいと思う。まあ距離適正もあるでしょう。そして。そこはプラス要素だろ。どうやろな。で、川田はもう言わずもがなな。一番人気、プラス粗品っていう最悪の二重苦。で、さらに川田っていうんでももう俺罰をつけたい。もう今までの展開で。そこで、やっぱりな、ダービー男、ドゥードゥースの、タケシャンよ。これは期待できるんじゃない？ドゥードゥースは俺二重丸だと思ってる。あとはルメな。ルメカスはこの前18番ゲートで勝ったっていう実績を持っております。ね。あの、オークスで。これも、まあ、丸ぐらいはつけてもいいんじゃないでしょうか。ドゥードゥースな。やけん、行くんならドゥードゥースからの、イクイノックスが一番だけど、やっぱり18枠っていうのはね、ちょっと厳しいんじゃないかなと、思っとるんですけど、でも大体もうこの4強で決まるんじゃないんかなって思っとるんだが、あの、コマンドラインさんも死んでしまったよな、抽選で。残念。ダノン、生涯よ、ほんとこんな。ルメオーストはうまい。うまいんよなぁ。買っとるもんなぁ、こんまい。そこなんよ。ただなぁ、オッズがなぁ。だが上がってきとんよ。イクイノも 4.4 まで。ダノンちょっとあれやな。3.9 倍になっとるわ。いや、でもこれオーストがぶっ飛んだら、マジでとんでもないダービーになるで。超大荒れの。うちにも前残りとかあったらどうなるかわからんぜよ、これ。そこについては、どう考えますか。イクイノの単服にします。単勝買うんやったら、でもジオグリフ買うんじゃね？うまみ、調味料なら。マテンローレオ。マテンローレオ136倍やぞ。こんだろう。いや、これはない。これはない。いや、アスクビクターモアはあるけん、マジで、こいつは。ディープ記念買っとんやで、これ。残念ながら、タイポレのことも考えてみてください。517、18。あ。でも、藤岡くんのも不気味ないよ、俺。ジャスティン・ロック見ろ。79.5 倍。うん。これのどこを見ろと。ジャスティン・ロック君のまあ無理だろう。プラダリアが気になる。池添君か。いや、池添君もな、毎度毎度池添ならとか言おるけど、今夜
なあ。しかも青葉賞やろ、青葉賞組とかマジダービー来ねえから、おそらく。いや、なんなら目黒記念の方がほんと当たるレベルやで、これ。アリストテレス買っとったらいいんだろ。結構ついてる。アリストテレス結構ついてる。ディープサンク、いやだけどディープサンクやったらあれ買うって言うの俺は。アスクビクターモアを、こいつが一番最高のディープサンクやろ、このレースで出とんなら。しかも3番と内枠、これももらってる。しかもそれが22倍ついとんやで。ほぼタダでしょ、こんなんつくかってぐらいついとるぞ、これ。アスクビクターモアとか相当これ悲しいレベルやで。こんな10、いや9倍でもおかしくないレベルのが22倍ついとるって、これ。買うしかねえって。ワイルドモアの方がいい。絆だ。京都新聞杯。いやでもやっぱ4強なんかな。いや結局さ、俺はこの前のオークスであのレーンの2番にやられたんがもうトラウマになったよ。ということはやっぱりこれ内枠も来るなっていうことなんですわ。結局一緒のレース上でやっとるわけやけんの。これ外枠だけで決着するわけがないんよ。絶対どっかに2着3着には内枠が1匹ぐらいはこれ突っ込んでくると思うものです、私は。じゃあレーン買えやって。レーンなんかオースト枠だろうが今回。こいつはいらんわ。それが田辺くんなんよ今回。辰木賞の勝ち馬を信じろ。つまりジオグリフ、また三連単買うん。だってこんなんもわからんやん。単勝なんか買えんでしょ、こんなん。一点掛けなんかもこんなん当てれんけん、絶対。ルメカスは、ほんまや、あれ、しとるやん、ちょっと。18枠で。買っとるやん。ジャスティン・ロック。松山くん、お宝な。アイドは 5% 乗る。アスクビクターモアと藤岡くんのワイド買っとくかな、これ。まあまあ強いんじゃない。いや言うてな、俺227点しか買えんわけよ、3連単。わかる？今回2万2700円しか買えんねん、俺は。いや、本当やったら1万3000円買っとったのに、入金したらな、なんか手数料取られてな、270円。で、削られたんよ。俺の300円が。227点しか買えんけん、もう。買えるじゃねえか。足りぬわ。ほんとやったら500点ぐらい買いたいわ、これ。1点いくら買うん？ 1 点100円。豆で買います、これ。荒れると思っとるけん、俺、今回。今、2万2000。ね。700円。今回、ダービーの資金は。ほんとやったら1万やったとこ、俺がお前、クソ大工で1万2700円取ってきたと思って。頑張りましょうや。いや、これ、ほんと4強とかで決着すると思ってたら大間違いやぞ、これは。え、でも4等ボックスやったら何点な？プロ？それやったら何点になる？
それで行こうかな。それだったら1000円ぐらいかけれるんじゃない？20何点ぐらいだったら。24か。つうことはなんぼの。22,700 円割る24は945円。1.900円かけれるな。つってこの900円で最低ラインがなんぼ？ 3 連単の上位陣36倍とかやろ？ん、こんなんが見るんちゃうん？かける36倍。あ、が見らない。え、が見らない。1万ぐらい勝てる、一番人気でも。え、これか？え、ガミラない？ガミラないん？で、24番人気までいけるんやろ？え、これ100倍とかあるんやけど、24番人気で。100倍、9万。え？なるか。これ、もうこれでええんじゃない？最低でも1万は勝てるぞ、これ。で、ダノン・ショーガが1番人気こけただけで、2万、3万って上乗せられるっていう。落ちてるかね？よな、これ。だってもう、まあ、ね、内枠とかから飛び込んでくるんじゃろう、どうせ。でも。まあ4等ならガミらんけんな。5等なら多分ガミるんやけど、4等やったらガミらんのよ。ダノンベルガ、トーデュース、ジオグリフ、イクイノックス。この4等にかけるか。何が1着来ると思った？イクイノックス。正直。正直なところ、ルメカスが2連2週連続クラシックを取るっていう夢を見とる、俺は。いや、ダノン・ショーガがな、本当にな、あれだよな。ちょっとダビスタつけて、一瞬。俺ちょっと解明、3連単フォーメーションちょっと確認したいけん、ワンチャンやろうとしとる。200何点の。ちょっとそれだけ確認させてくれ。意味あるん？ある。いや、こん前のな、あのオークスの書き方悪くなかったんよ、俺正直。ただ2着をしくっただけで、そこをどうにかしようという、改良に改良を重ねるけん。